カナタ、何これ。え、隠してた口元厚みの写真集じゃねえか。私の名前はみゆき、家事代行をなりわいにしています。えって最低。今は甥っ子であるカナタの家で週1回の家政婦業をしている最中です。だから厚みは二次元みたいなもんなんだよ。厚みって呼び捨てにした、この浮気者。お前の胸が巨乳になる確率が 0% と同じで、俺と厚みが出会う確率もゼロだから嫉妬すんなって。は？ありえねえ。もう無理。はい無理。いず今のバカ仲が悪い。はあ、もういい、別れる。え、こんなことで。はあ、こんなことですって。お前ほんと心狭えな。器の容量小せえもんな。さようなら。マジかよ。あんた最低ね。素直に写真集のこと謝ればよかったものを。胸がどうのこうのって。まさかあいつがあんなことでムキになるとは思わなかったんだよ。あんたほんとガキだわ。カナタがそんなんなら、私がユメコちゃんもらっちゃおっかな。はぁ、あ、何バカなこと言ってんだ。そんなの無理に決まってんだろ。ユメコは俺が好きなんだから。たった今振られたくせにそれ言う。昇進中のユメコちゃんを落とすなんて案外簡単かもよ。それでは本日の業務は終了しましたので、おいとまさせていただきますね。どいつもこいつも勝手にしろ。ユメコちゃん待って。あ、みゆきさん。さっきはおいっ子が失礼なことばっか言ってごめんね。いえ、みゆきさんが謝ることではないので。ねえゆめこちゃん、あたしと付き合わない？あたしね、最近彼氏と別れたばっかなんだ。あたしならこんなに可愛いゆめこちゃんのこと傷つけたりしない。あんなバカなたより大切にしてあげられるよ。冗談ですよね。うん、冗談。さすがに甥っ子の彼女略奪はできないわよ。でも可愛いと思ってるのは本当。もうからかわないでください。あの、一つ聞いてもいいですか？うん。みゆきさんは女装が趣味なんですよね。その心はどっちなんですか？どっちって性別が？はい。あの、言いたくなければ全然言わなくても。どっちもかな。だから私はね、恋愛においても性別は関係ないのよ。自分が可愛いと思った子が好きになる対象。ただ今まで恋人は男の子しかいなかったな。そうなんですか？うん、私女の子をちゃんと好きになったのは一度しかないの。それも叶わなかった恋。どんな人だったんですか？その子はとっても可愛い、私の理想の女の子だった。それでは昔の勇気、一発芸やります。勇気なし受ける。お前は女捨ててっちゃう。はぁ、切れそう。あかりんどした？カチのやつもあた桃園と話してるんだよね。あ、ほんとだ。あいつあかりんが桃園狙ってるって何か言えばわかんだろうね。勇気、あのカマオに注意してきて。え、またうち？はよ。しょうがないな。あ、あの、僕たちに何か？その、桃園じゃなくて、カジ、ちょっといい？桃園と仲良くするのやめてくんないかな。え？ほら、前も言ったでしょ、アカリンが桃園のこと狙ってるって。カジってほら、男子感薄いからさ、仲良くされると勘に触るみたいなんだよね。あの女はクラスの女子のリーダー的存在。どうやら自分はあいつに目をつけられているらしい。はぁ、だから何、あんたたちに仲良くするなとかとやかく言われる筋合いないんだけど。てかあんたも桃園くん好きでしょ。なんでそれ知って。見てればわかるよ。え？おい、そこの人の陰口ばっかで全然行動しない性格ブスたち。と、唇がさがさな腰巾着。あんたもね。よく聞きなさい。
どう考えてもあんたたちより自分の方が可愛いし、桃園くんにふさわしいから。人に何か言うほど暇なら自分磨きでもしてれば。ああ、ほんとムカつく。ちょっと学年で、いや、学校で一番可愛いからって調子なんだよ。絶対に許さない。でもさ、あいつ男じゃん。いくら顔が美少女並みに可愛くてもさ、結局うちらと土俵が違うっていうか、ライバルにすらならなくない？桃園の恋愛対象外でしょ。だから焦ることないよ。それもそうね。そんなにガサガサしてるかな。ゆうきさっきから何してんの？え？あ、カジ、ちょっと聞きたいことあるんだけど、あんたってさ、なんでそんな可愛いの？なんか秘訣とかあるならうちに教えてよ。昼間はその、ごめん。いいよ。あんたあの女に言われて仕方なく従ってたんでしょ？唇がさこちゃんは金魚の糞だもんね。うるさいな。それよりさ、あんたって可愛くなりたいの？秘訣教えろとか言ってきたけど。その前に鼻でリコーダー吹くとか、ああいう下品なことするのやめなよ。女の子でしょ？見てたの？しょうがないじゃない。女の世界ってのは結構シビアなんだから。うちね、入学した頃まではこんなんじゃなかったんだよ。自分で言うのもあれだけど、昔っから男子にも割とモテてた方だったし、今よりずっと女の子らしかったと思う。でもある日、こそこそ、ぶりっ子、男好き、こそこそこそ、だからこれ以上目をつけられないようにって、下品でガサツで男勝りなふりをするようにしたの。みんな見て、うちの特技は舌で鼻を舐めること。そしたら女の子の輪に入れてもらえるようになった。代わりに男子はドン引きして離れていったけどね、うちはそれでよかった。それでさ、いつの間にかガサツなのが板についちゃって、もう抜けなくなっちゃったってわけ。さっきあんたに唇ガサガサって言われてショックだったわ。うちどんだけ男みたいなんだよってね。山盛りカレーも食べてるしね。は？どうせ帰ったら夕飯も食べるんでしょ。ほんと男の子みたい。ちょ、ほら、笑うや。あのさ、ずっと気になってたんだけど、カジって、心が女ってやつなの？あの、なんて言うんだっけ、性同一がある。え？か、カジ。カジ、昨日はごめん。うちそんな仲いいわけでもないのに、あんなこと聞くなんて無神経だったよね。ごめん。手出して。え？はい、あげる。これ、自分のおすすめの薬用リップ。これつけてたら、唇プルプルになるから。あ、ありがとう。早速つけてみよっと。ちょっとあんた、ガラスでリップ塗っても、鏡も持ってないわけ？自分も似たような経験してきてるから、あんたの気持ちわかるんだよね。ん？こんな見た目と中身だから、昔っから男女共に虐げられてきた。だけど、桃園くんだけは、自分に偏見なしに接してくれたんだよね。それがすごく嬉しかったんだ。さすが桃園、学年一モテるだけのことはある。そういうことだから、自分とガサコちゃんは桃園くんを狙うライバル同士だよ。はいはい、っていうかガサコじゃなくてユウキって呼んでよ。ユウキ。うん、じゃあうちもコウタロウって呼ぶね。やめて。いいじゃんケチ。それからユウキと仲良くなるのに時間はかからなかった。あ、あの服かわいい。本当だ、着てみちゃう？え、行こ。ちょちょ。ねえ、もう着替えた？開けていい？うん。わあ、かわいい。女のうちよりめっちゃ似合ってるよ。そんなわけないでしょ。お世辞とかいいから。うちそんなこと言えるような器用なやつだと思う？思わない。こら。よし、
今日はこのまま遊びに行っちゃおっか。ちょっ、すみません、お会計お願いします。ちょっと勇気、こんな格好してるの学校の奴らに見られたらさすがにまずいって。なんで、似合ってるんだからよくない？え？あ、カジと桃園何してんの？へ、音楽聴いてるんだ。勇気のやつ、最近うちらとつるまず、なんであの釜やろうとつるんでるわけ？あれ、二人のそのヘアピンってお揃い？かわいいね。え？あらまあ。しかも、桃園とも結構仲良くしてるっぽいよ、あれ。うざ。勇気、今日は委員会だっけ？うん。頑張ってね。また明日。ちょっと、変なポーズで笑かさないでよ。あの子、ほんと面白いわ。勇気、ちょっといい？え？あんま！自分としたことが、宿題のプリント持って帰るの忘れちゃってた。ん？勇気？そんなところで何してるの？委員会は？て、ちょ、そ、それって髪の毛。言ったでしょ、女の世界はシビアだって。自分は彼女にかけてあげる言葉が見つからなくて、ただ抱きしめてあげることしかできなかった。